イベント塚さんそうなんですなんとですね5 5日55日5日のトークイベントがえっと本当は2部のトークイベントだけの参加だったんですけどもなんと急遽一1部の、えー、MC を担当することになりましたはいなのでもしよかったら1部もよかったら聞いてください「ち <laughs> さんレベルアップないそう千葉で震度3が2連発で7時過ぎ」 そう2度2度もあったかなやっぱりあれかな私稽古中で今日ダンス踊ってたから気づかんかったんかな全く気づかなかったかも友くんこんばんはトランクスの格好したみちはどうだろうトランクスの格好えー、それやったら私17号がいいえー、言うのどうしよっかなってじゃあ言わない <laughs> 午後3時半,午後3時半 午後三時半にあったんですか <coughs> 地震とりあえメールしておいてありがとう塚さんマジで本当にありがとうございますトークイベントトークイベント言ってたやつよととしくん忘れちゃったあの今月今週今週のえっ、ー、と土曜日あさってあさってに目黒でトークイベントがあります えっと、一部がライブでそこで私は MC をして2部がトークイベントでトークに参加します終わったら特典会とかもあってお話もできますほいでくんこの間も言っとったんやけどそうトークイベントが5日にあって6日はお話し会が新宿でありますで11月の末23から27が新宿で舞台があってで12月27日 1>, 1から27が、えー、池袋で舞台があるんで、もしよかったら、あのー、としく君の絵道えみちをしやった方々へ、こんなや,やるらしいけど、来てほしいって言ってたでって、トシ君言っといて、って言っとってんこないだ。言っとって真央ちゃんとかに言っといていけるか分からへんかもしらんけど、来てほしいどっか行けたらーって、東京いっぱいおるから言っといて。<coughs> 最近22時代だから今日は参照しますありがとうたマリぎさん <laughs> 明日はミュージックステーションに STF ポテタが出演しますよおもうワクワクですねこれはね推しにとってはね推しに行来ましたいらっしゃい今日はどこ応援してるんですかコそリさんユーティーファンレベルアップナイスかもしれんねーって元気さん動いてたら気づかないかダンスしてたから全然気づかなかったオーラタカターボー 三時半はないよ。三時半は何だったんやろ。ビビオさん、こんばんは。ついに、あのスマートウォッチを入手したで。あ、お、お待てでとう、ゆうてぃ。ツイッター見て即、うええー、まじで、ありがとうございます。本当に、ありがとう。最高かよ、塚さん。リんりん、こんばんは。また、チケット代かかるし、やって。<laughs> ごめんね、ごめんね。そう、急だったの、私も知らなくて。そう、急遽決まりました。変更があったみたいで。 一部は急すぎて無理ですって急なのよねそうなのよ聞いといて申し訳ないんだけどだってえいけんまおちゃんって久しぶりに聞いたわって真ちゃん最近ショールームも来てくれてないからなね <っ S 1> 完全に出遅れて御堂筋入場規制で入れませんでしたそうーくっそ入場規制とかあったんやもう人多かったんですねターボレーナイスー見たまーあ違うのあのー 道をしで応援してくれてたファンの方なの「しシんそろそろ家のことしたいのよね」だって「家のことしたいのもう活動とかはやらないの?」ってことかなライブとかはいかんのよ言うて「ただいま帰宅しました」「ともやす君おかえりなべちゃんこんばんは」6ね「ロッキね7時4分地震やったんや」お「ベストヒット歌謡祭 STU も NNB も」<laughs> シンさんファンライブップナイスありがとうございます高山さんこんばんはもうライブ入れちゃったわだってピエン玉ねぎさん音符ナイスありがとうよーでしたごめんがですいかたきかった悲しい玉ねぎさんナイスーダルマさんありがとうダルマさんがゴールだありがとうございますナイスですもしよかったら来てあの11月,10 11月12月めっちゃ東京でやるからさ もし年これやんくってもさ、あのー、告知活動に協力してもらえたらなと思っててさそう真央ちゃんとかによかったら聞いてみてくれやん東京にいる <coughs> 知り合いの方とか,かずしさんとかに。 よかっったら言ててみてなんか一日のイベントとかやったらさその日無理やわっていうこと結構あるかもしらんくってそれはわかるんやんかなんかしゃあないなと思うねんけど舞台やったらほんと11月やったら23日から27日まで8公演もやってたりするしで12月やったら21から27まで。 10公演11公演結構や長い間やってたりするからさ一日どっか1回ぐらいこうね日にちがあったら嬉しいなと思ってちょっとせっかく関東来てるから関東の方にね頑張ってる姿を見ていただけたらなと思いましてもしよかったらよろしくお願いいたします。玉ねさん,ダマさんありがとう、ね とりあえず電話して午前中の仕事を無理やる無理やりキャンセルしてやったマジ塚さん神なんだけど本当にありがとうございます愛しかないじゃんありがとう本当にありがとう MC 緊張するけど頑張るね7時4分と5分に震度さんがあったうわ全然気づいてないや本当にゆうて遊びみいたよいらっしゃい終わらず 2, 2部からよろしくですよろしくです東京にいないからなーってゆうて東京おらんねんなーえっ、ー、と エミカ最優先だからありがとう泣いちゃう泣いちゃう本当にありがとう兄貴姫路なのあかずきさん姫路なのか真央ちゃんは真央ちゃん高見さんこんばんは亀田さんこんばんは声は寝れそうですかあ聞いてくださいあのー、昨日めっちゃ寝れましたよかったまあ寝,寝ついたのは多分1時2時とか2時とかかなちょっと遅めやったと思うんですけどけどあのー 9時とかぐらいまで多分寝てあ昨日寝てないし寝れると思ってまだ寝てやるぞと思って11時まで2度寝した <laughs> そうだから目の奥の疲れは取れました本当にその後にジムも行ってでダンスレッスンもしてきてなんか今日は体いっぱい動かした <laughs> 何もしないのもシャクタカスタバってストラベリーのラブシーンの方があ美味しかったストラベリー。 ただいきさんファンレベアップナイスです。今夜は正直様がロケット遊ぶ姿勢で警報をいただきます。ああ、そっか。見ためっちゃ。11月、12月どちらかの舞台見に行きたい。できれば両方でゆうさんマジで来てください。マジで来てください。どちらかもしくは両方来てください。あのー、11月の。 アリスインデッドリースクール英語は結構本当に私何て言ったらいいんやろな「ベラベラ喋ります <laughs> 制服メガネっていうのもまあ貴重かなと思うんですけど結構本当にベラベラ喋りましてでセリフ今すごい苦戦しております今日昨日とダンスレッスンがあったんですけどダンスオープニングのシーンがついてめちゃくちゃかっこよくなりましたうん。 めっちゃかっこよくなっってで、そう私喋ったりとかさあるシーンやっぱセリフのシーンもすごいかっこいい感じにつけていただいて、ね、頑,張り頑張りますので見に来てほしいなと思うしで <coughs> 科学者なのでちょっとギークな感じなんですけど私12月の方はまたこれお稽古まだしてないからね何とも言えないんですけどめちゃくちゃかっこいい感じになるともう分かっている感じなので。 そう11月12月両方見に来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいなって思いますと言ってみる <laughs> 言われちゃった元気さんならよかったいやでも大きい自信な、ね、いやだなそうなんです私東京にいないってユーティーが東京にいないあっ友康君競馬場行ってるって言ってたもんね楽しかったならよかったでもピーポーピーポー言ってたうまかったよなんかブラウニーあんま感じなくなかったですか ええエミ何み、何 <laughs> 一部も物販あるのあ物販あるって書いてました一部ってさっきもロケット遊びしたみたい <laughs> JBC 忘れてた JBC って何枕が変わると寝れないタイプですかいやそんなことないです大阪の実家でも寝てたしスペイン行っても寝てたし飛行機の中でも寝てたしパリ行っても寝てたし シン,ガポールシンガポールでは寝てないわえっとポーランドでも寝てたしパリ,パリじゃないなモンペリエでも寝てたしどこ結構いろんなとこ行って全然寝れるんですけど <coughs> なんか今回はなんかねそうほんまになんか何かがおかしくなったかのように寝れなくてびっくりしちゃったおとついはほんとに私はミサイル実験してないよ 終始マイナスで旬です嘘 <laughs> 失敗しました予想でも12月は30のまんまんとクリスマス神楽があるのであそうなんやゆうさんえー、日程がこううまいことあったら来れる感じですかねじゃあ。 U T A A M T、なんんんんだいゆきゅうさんこんばんは行かないか関係ないけど3日の22時過ぎに5日の12時30分の会場の情報すぎるあのー、もともと決まってたんじゃなくて急遽,急遽決まりましてあのー、どんだけ発表されてるかわからないからこなんか理由とか関われてましたちょっといろいろ多分あってこのご時世何かわからないけどそう本当は私出なかったんですけど急遽お手伝い。 要員で出るもともとは本当にそう決まってなかったあの言ったら公演発表されてたけどいろいろあって急遽アンダーで出演者変更ですみたいなそういう感じですねそうだから私も知らなかったのゆうてとりあえず日本にはおるでって <laughs> 来れるわほんなら日本におったらゆきおさんファンレベアプライスですありがとうございます交流住所って何 一かお独り占めおずかさん独り占めえブラウニーめっちゃ感じましたえブラウニー一個も感じんかってんけどさブラウニー入ってないなんかカリカリ要素みたいなさあのさあのクランチなんかクッキーみたいなやつは入っててあとゼリーみたいなの入ってたけどブラウニーなかった。 二週50完了20分間ありがとうでもできた木村さんこんばんはプロフ新しいベッド見ようえー、かわいいめっちゃかわいいいいじゃんおしゃれ竜書いてあったあそうじゃあそれですなかなかタックルしくもえみちの気持ち代弁したよって買ったら買ったる買ったかたっしくもえみちの気持ち代弁したよってえ 誰に真央ちゃんに言ってくれたってこととし君。中央の馬と地方の馬だしああそういうことかアンダーガールズ3時のまま亀田さんにも来てもらいたいですが12月7日です12月7日かお稽古も始まってそうな感じだなまんまンダー見に行きたいね確かに本当にめちゃくちゃ感じたえーマジで皆さん感じました飲んだことある人新しいスタバのやつ マネギさんキラキラおふさもありがとうございます。クリーム玄米ブランのいちごブラウニーちゃんは岩田ひなちゃんよ。だから全員よえー、確かにありがとう。あそういうことかツイッターのフォローで言ってくれたんや。ありがとうすぎるありがとうとしくん。なんかそうちょっとだけこうなんかこうあのー、あのー、なんだこう。 ね、告知活動だけでもなんか後々,後々えっ恵美東京おったみたいなそんなん舞台とかやってたら行ったのにみたいなこうそうなった時すごい詳しいからさ1枚分のチケットってすごい重要やしなんか一人でも多くの方が来てくれると次のお仕事にもつ,つながるしまたこっちに来れる機会にもなるしそうあの全部成績表として出されてしまう。 あの世界だからさそう一人のか1人でも多くの方に来てほしいなと思うしでもともと応援してくださった方やったら今どんな風に頑張ってんのかなってこうやっぱさ見てもらいたいなっていう気持ちもあるしでこうやっぱりせっかくねちょっとでもお会いできるならこのチャンス逃したくないなっていうのもあるから。<laughs> そう 知っててどうしてもやっぱりねいろんなお仕事の事情だったりあのいろいろな事情はそれぞれあるから事情ありきで行けへんかったわーみたいなでも行きたかったわーってこう思ってもらえるとさやっぱそれはそれでな来られへんかったとしてもしゃあないねってまた次できるように頑張りますってなるけど一人一人がこうツイッターとかの告知で告知活動を手伝っていただけたらそれだけで。 何かまた別の方にね触れてうちの方がこう来てくれる可能性もあるし「えそんなん言ってくれたら行ったのに」ってこう後々、ね、2月ぐらいに言われるのがいっちゃん心苦しいから「え言ってたし」みたいな毎日アホほど言ってたしみたいになるから <laughs> 毎日配信来てる人多分そろそろ絵みかもううるさいなって思ってるから「ついちゃんもう見に来てください」「ってどこ書いてます?」「出演決定しました」しか 目当たらなないいけどだだって、ま、だスタバ行っててま、えー、ブラウニー入ってるかちょっと見てきてほしい私の入ってなかったんかな全然田舎なんでスタバがありませんスタバ作ろうか2を作るみちがこっち来てなんかイベントすればいいんよやってどこ大阪あカスタムしたからわからんかったらもうターボは全部チョコやったからな ツーピースのツイッターとこに書いてあったはずってゆうさんかわいいありがとう無人でさんかわいはでもその前に6日のお話会緊張しますがよろしくそうだよゆうさん6日のお話会よろしくお願いします超楽しみもうですよだって明日はもう4日やからもうですよゆきユ,ユー i y あエミカチュアンが2人になってるそれってさオンラインイベントもそうなのオンラインイベントも全部そうです全部あのー、チケット数だったりとか チケットの売り上げだったりとかはやっぱり、あのー、事務所もそうやけどこう舞台の関係者の方だったりとかこうキャスティングしてる人だったりとか全部成績表として作られるのでそうだからこうなんやろなここ例えばここの A の。 舞台やっっててるだけだったとしてもこの A の舞台をこうやってる大人の方たちは C とか B とか D の舞台ともつながってたりするからさ「この子どんだけチケット売れてますか?」ってなったらこっちにも出たりもするし。 そうもちろんなんか舞台本番見て「わこの人のお芝居すごいな」とか「お芝居素敵やな」とか「あこの役に合ってるからこの役出てほしいな」って思ってもらって声かけていただけるっていうことももちろんあるとは思うけどその中で「えっでもこの子ってこんだけしかチケット売れないんですか?」じゃあこっちじゃなくてこっっちにしようかなって選ばれたりとかはざらにあると思うのででなんか例えばやけどテレビ CM とかやったらさ テレビつけてたら勝手に流れてくるけどあの舞台とかオンラインイベントとか、えっと、オンラインじゃなくてもこう対面のイベントとかってこの予約ボタンをクリックしないといけないじゃないですかの見れないじゃないですかそういうのってすごいやっぱり見られますねうん <coughs> 次のお仕事にはめちゃくちゃつながりますはいけどやっぱりプラスで その一個一個の個個お仕事例えばそれが海外であろうが日本であろうが大阪であろうが東京であろうが私はすごい楽しく全力でやってるのでいつも舞台やったらその役を生きれるように全力で頑張って例えばトークイベントやったら面白いことを言えるように <laughs> 頑張ったりとか。 MC やったらこうね場を盛り上げて進められるように頑張ったりとか一個一個こう頑張ってねやっていきたいなっていうのは毎回毎回思ってるからどういう私を見たいかって思ってくれるか例えばあの別にステージでね立って喋ってんの俺は見たくないねみたいな直接お話ししたいねんっていう方もおるやろうし。あのー 直接お話は恥ずかしいけど舞台って舞台を芝居している姿を見たいねんっていう方もきっといるからそれぞれやと思うけどまあ私的にはどれも神枝エミカなので見ていただきたいなっていうのはやっぱり思いますねそうねうん京 <laughs> さんこんばんはおー京さん100回目の訪問やっていえーイやった これからもよろしくね潤さんかお前はそういう人は知っててもいかない人それもすごい悲しいんですけど本当とに塚さん思ってるあでもねコーヒーはね飲めなくてもスタバって結構コーヒー以外のものいっぱいあるよ行 <laughs> ってもらっても,いけ,もいけないものはいけない眠いですおやすみなさい <laughs> そういけない方はそういけない方はあのー、こう SNS で応援していただいたりだとか あのリツイートコメントこうコメント数あのねえっとチケット数も見られちゃうかもしらへんけどあのツイッターとかのいいね数とかも結構見られたりするので例えばあの私がツイートするいいねももちろん見られるかもしれないんですけどその舞台のアカウントが私のことを例えばつぶやいていただいたりとかさ私をタグ付けでこう。 何々役の「何々は」ってこうバンってして載せた場合そこの「いいね」数とかも見られたりとかするからさ私がリツイートしたリツイート元の「いいね」数とかも見られたりするのでこうやっぱね無理して「いいね」しなくてもどんどん増えていく方は増えていくと思うから、ね、そうなれるように頑張らないといけないなと思うんですけれどももしね目に入った場合はリツイート元も「いいね」とかしていただけたらいいなって 思います <laughs>、はい、もしねオンラインで配信とかあの舞台が例えば DVD が出ましたとかあの遠方でも見れるチケットがありますとかそういうのが出た場合はね今のご時世やっぱオンラインとかも結構ある時はあると思うから、ね、来らない方はそちらでも応援していただけたらなって思います。俺が大阪だっっったらもうててるやろうやろ あそっかゆうてどこやったっけそんな言ってくれたら前向きに会全ん,んちゃらして検討していけたら行くのにややこしいややこしいややこしい t w i t t に怪しい業者からフォローきたんでフォローバーして DM でってのことを広めます <laughs> 一回やってみて一回返事きたら教えてもらっていいかな <laughs> 一回お一回お願いしますえっ、ー、とえ藤、ー あ、森岡とても寒かったです。とちみぞれが降りました。寒、風邪ひいてないですか？寒。トークポート系よ、トークポートお話し会って感じかな。お話し会はえっと、そうね、舞台の関係者さんとかには見られてないかもしれないけど、えっと事務所でやってるやつやったらやっぱ事務所の人は見てますね、絶対に。だもしそれが売れなくなってきちゃったとか。 あの売り切れめっちゃ出るってなったら多分次じゃやらんってなるやろうし次につなげるためにはやっぱりこう売り切れでやっていかないとって思ってはると思いますねはいだからオンライン系も大事全部よねやっぱりなんかこうなんやろうなレスポンスが必要なものでこう 見られない予約数とかを見られないものはないんじゃないかなーって思います多分、うん、全部グッズ販売とかもきっとそうやしうん CM 何かがこうアピールしたとして例えばこの商品いいですよって私がこう CM 出させていただいてたらその売り上げとかもさリスポンスになるじゃないですかこうなんか。 あれであれやけど大人の話ってすごい悲しいけどでもそういうのってやっぱ見られるよね今は全部来年北海道の新しいドーム球場でイベするのって私私ザラにあるんやなザラにあるんやなってことかスペインでザラってサラって言うんですよイクヤホヒクん HKT 坂間はどっちなんユッキーって言われてる エミエミかの滑らない話あさってて期待していますそう言われるとすごいプレッシャーやな <laughs> 同じフォーム同じ舞台でも予約フォームがそれぞれの方になると数字として出ちゃうからねそう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 あの番こう出演者目当ての出演者は誰ですかってこう選べるやつがあるとそう選ぶたりとかお調子の予約フォームはこちらみたいなのとかは数字として出ちゃいますねはい 多分どんなイでもいいんだよ。一目見れたらそれだけで我々そういう集まりようだって。<laughs> ありがとう。うなぎて。<laughs> ほな、見に来て <laughs> ど。どんなどんなとこでもいいからお願いします。まとめだけど、おっさんリツイートにもいいね。1人方ありがとう。ありがとう。ただいくさんマジでありがとうございます。そう、私はこう配信やとね。こう。ベラベラとこう喋れるからあれやけどね。 みんなしてねーって言って「お願いね」って言ってるけどでもこう不特定多数にこう私は今あの発信をしておりますがそうでも毎回してくださってる方がいるのも知ってるからさ皆さん本当にありがとうございますって思ううん本当にありがとうそ,うそういうのが多分私に届いていないところでやってくださってる方も絶対いるのはいるしでもそれがきっとねお仕事につながる。 時が絶対出てくると思ううからそう例えば「1,000いいね」超えたら「わすごい!」みたいなさなったりとかもするやろうしなんやったら例えばこうなんだろう元アイドルでとかアイドル業界でなんかやっててって言ったらファンの方がこういろんな <laughs> 舞台で「亀井大美香よろしくお願いします」みたいなノリで「こう私の推しはこういうので」ってこうねお話ししに行ってみたいなさやってマネージャーみたいなことしてる人も見かけるし。 そう一回ねここでなんかあのツイッターでこんなことやってる人いませんかみたいなのを書いてる人がいるから皆さんよかったら私のこと書いてきてくださいって言って書いてきてもらったらそれがあのニュースにつながったりとかさそうだからこうなんかツイッターとか見てて例えばおすすめの女優さん知ってますかみたいななんかツイートが見つかったとしたら例えば「ハッシュタグ ちゃうなアットマーク「えみかアンダーワーかみえだかみえだえみかっていう子がいますよ」ってこう誰かが言ってくれたらそこからひょっとしたらオファー来るかもしれんとかそういうのもあったりするんですよねだから SNS ってマジですごいなって思います本当にうん一応だから私もねチェックはするようにはしてるけども「ゆうやくんこんばんは」 あ、ゴッターレティマさん、こんばんはですガチャ,ャガチャーつまり看板以外は許せないのよ看板以外は許されないのよって玉ねぎさんあ了解元気さん待ってるよ風邪ひいてないので大丈夫ですゆったり休んでくださいね行けなくてもチケットだけでも買っとくか <laughs> それはでもあの逆に言うと多分ひょっとしたら分かんないあの売り上げになって嬉しいって思ってくれはる あの関係者の方もいるかもしらへんけど売れてるのに席が空席やって悲しむ出演者の人もいると思うだからすごい複雑なところやと思いますうんなんか売り上げだけを考えてる人やったら喜ぶかもしらんけどあのー、ね満席にしたいっていうのを考えててやってたら悲しいだからどっちもどっち賭けですよねそこはね眠たなってきたおはよう エミチに大事なこと言わんといかんなんやスタッフさんここの絵チの評価をしてください毎日配信頑張っておりますでも続けることはな簡単やからな寝るねあおやすみ言ティおやすみフォローされた「内緒で会える人妻」って人にガチでミ道を広めています結果お楽しみ内緒で会える人妻絶対ミカんとこにリップくるやんそんな浩平さんちちちちちちちこんばんはちちちちち 玉ねぎさん私の評価もしてください。<laughs> 玉ねぎさん、毎回いっぱい来てくれてありがとうよ、本当に。毎日、インスタ見てるよ。ああ、みゆちゃん、ありがとう、本当にありがとう。例え、ば他のライブ入ってても、チケット買ってくれると評価上がるだろゃん。<laughs> やばい、やばい。ブロフ、久しぶりに3匹取れた。え、見ようっと。ああ、かわいい。みんな、なんか、目に、なんか、力があるな。 私よりも埼玉の木管ダイナスを玉ねぎさんはリアタイで「いいね」しているやって「いいねありがとう本当にありがとう推しの活躍を見るのは嬉しいことです」ってねえ本当にそう思っていただけるのが嬉しいしこう活躍できるようにこれからも頑張っていきたいなって思うんですけども最近の世界は本当にこうねスキルとかだけではなく 何枚チケットが売れるのかとか何個,何個いいねが来るのかっていうのを見られてしまう厳しい時代にはなってきているとは思うのでそうなのであの小さいことからコツコツとこう私も頑張るのでよかったら皆さんも あの本当にお手すきの際に応援していただけると嬉しいですよろしくお願いします毎日配信朝配信してほしいですあもうね今の朝配信はねちょっとだいぶ厳しいね <laughs> 朝配信あのスペインにいる時朝配信はもうなんかねデフォルトみたいなぐらい毎日やってたんですけどぼっちむしさんこんばんはゆきおさん神ナイスゴッドありがとうございます <laughs> かさいけないのにかれません握手も投げたらすんだとか言われがちいやーそうなのよ。難しいよね。多分あの、スタッフさん的にひょっとしたら、うわ、売り上げになってありがとうって思ってくれるかもしらへんけど、列見たら誰も並んでないやん。悲しいって思うかもしらへんやん。その人的には。本人的には。ね。 でひょっとしたらスタッフさんもそれは嫌やと思ってうわこんだけ毎回買ってるのに来てくれへんってなったらひょっとしたらひょっとしたら名前を覚えてブラックリストを入れられる可能性もないとは思わへんし塚さんは当日に空いてる席回しって,てくださいゆうておやしみおやすみ姉さんよく見てるありがとうございますさすが演技力とか歌唱力とかの世界は分からんけど顔面演説と人間性は高評価あげます 顔面偏差値と人間性やばいな,なんかその成績表当日は何ぜ焼いてる買ってくれる流れやん握手会の時も育休を手ったるしか急に行けなくなって参加権だけ未だに持ってます結構私もさ卒業ね発表する前に買ったけどあの卒業しちゃって行けなかったチケットがたくさんありますって言われることがあってすごいもうなんかもう胸が苦しい 解除されたので満タンできます。<laughs> ありがとう。玉ねぎさん、当日にならないとわかりません。まず、あ、そっか。え、コメント欄の酒場は私の推しえみかと。ゆうちゃんだけ、本当と高さありがとうね。本当にありがとう。本当に。勝って欲してるだけでブラックリスト入れたらたまらんで。でもわかんなくない。ひょっとしたらさ。なんかこの人はあの狂気ないんちゃうかって嵐なんじゃないかって。あのスタッフさん的に思う人もいるかもしれへんなって。 思ってそう席を埋めたいでやってたらねでも売り上げメインでこう動いてるスタッフさんは毎回買ってくれてるわこの人ありがとうって思うかもしれへんでも私はスタッフではないのでわからないけど私はステージに立って空席を見るのは悲しいです。うん、まあでもきっと成績表でこうランキング売り上げランキングがこう裏でつけられた時に最下位にいるのも悲しいいだからすごい難しい。 アイちゃんやっほーいお久しぶりぶりー5枚握手券持ってますけどだって <laughs> ありがとう塚さん記念に置いといてな額飾って額 <laughs> に飾ってあキャンセルならまだしもうって <laughs> ユウちゃんって俺あユウティーもユウちゃんあらいさユウちゃん数百枚欲してでもそれさ自分的にもったいなくないんですか行きたかったーって思わない本当に。 プロフ今日一番いい顔チュールの見て喜んでるえー、かわいいちょっとめくりってしてる喜んでてかわいいでもそうあのお金払ってて喜ぶね人はいるかもしれんけど空席ばっかでさ例えばそれがなんか毎回10人ぐらいが例えばさ1列こう買ってへえへんってでステージ立ってみたら10人前空いてるとかやったらさこう 出演者かららしたらすごいい傷つくじゃないですか来てくれてないやんってなる,なるやん。でここを満席にする絵を求めてるスタッフさんやったらいや,やって思うんじゃないキャンセルやったらその分こう当日チケット出して売るっていうところもあるやろうしでも逆にそれは別にも売れてるから問題なしと思う方もいるやろうし人それぞれやと思うね。でからマジで賭けやと思うんですよね本当に、まあ、一番いいのは もうお仕事とかねそんなんやったらしゃあないし風邪ひいちゃったとかもしゃあないしどうしようもないからさね難しいけど生ものやからねそれもね物を買うってわけじゃないもんね舞台で大変だねいろいろ大変あそうだ息子ちゃんおめでとうおもちゃく楽しかったにゃーん1歳もう1歳早いねほんとね石田ゆうみさんねそうゆうちゃん メンバーのゆうちゃんです前の日曜日の潮のおかあしか仕事で飛ばしたうわ悲しいた忠之さん最近働きすぎちゃう大丈夫本当にそこに枠があるなら投げろって朝に習った <laughs> 素晴らしいお宅の鏡やな 今の時代 SNS や配信はもはや日常より近く感じ配信者の力になりやすいありがたいですねいや本当にすごいなと思いますもともと私アイドル NMB48 に入った時に SNS がなかったんですよや,やらせてもらえなかった時代あってブログ1個だけあったんですよそうアメーバブログ1個だけででコメントもこうなんて言ったらいいかなアメーバブログ持ってる人は多分そう紐付けられるんですけど あのアメダバブログをこうアカウントを持ってなかったでこうなんて言ったらいいのかな名前のところを自由にこう名前書いてコメントしてくれるみたいなそういう感じやったからさ何やろうな名前変えて何回もコメントで叩いてくる人とかもおったりとかもしたしでもそれにこう反抗するレスポンスもできひんみたいな。そう なんかすごいもう一方的な発信1箇所しかなくてあとはもう,こういうの MC でちょっと喋れるぐらいだ,ったんですよでだんだんこう Twitter できるようになってインスタできるようになって配信できるようになってみたいなのが増えていったからどん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 ファンの方と近くなっていったんやろうなって。 思うけどきっと見てる方はね多くなりすぎると追いつくの難しくなっちゃってうわーってなるし更新する方もどん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 増えていくと何が何で違いをどうしようかっていうのも悩んだりとかも結構あるんやけどけどでもないよりかはあった方が絶対いいなーっていうのを思いますね。あ梅ちゃんんのも5枚持っててを丸にししも分かるなななこれは無理いいいといけない人種らしいです <laughs> やだ本当にブラックん何やろブラックリスト入りするならかな <laughs> 卒業分かってるのに悪性間販売な冗談ンサ詐欺やで <laughs> 分かっててやってんのかな,なんかそれも分かんない私は、うん、そっち側のスタッフのその感じとかは分かんないしほんまに急遽決まることも絶対あるしほんまに分かってない時もあるやろうし いいいいっっぱぱ写真撮った初めて靴も履いてデニムでいてみてえー、すごいなあいちゃんまたまた見せてなライブに遅刻する人もいるよね始まって5分ぐらいで入る方 <laughs> い,るいるいるいるでもお仕事とかで、ね、電車なんか遅れてとかまあそれはしゃあないやろうなーって思うけどもなんかライブやったんやけどね最初お話なんか舞台とかやったらさね最初の方分からんかったらね悲しいよね アメブロ毎日コメントして懐かしいってねえめっちゃ覚えてるよ私 ID もパスワードも忘れたって「アメブロえ二2人しかアップしてないのアメブロググタス懐かしいなほんまにみちな分かってたやろってえみか多分分かってないマジでえみかはほんまにすぐもうパッパッパッって感じやった私はリアルに。 だって私握手会、私正直わかんないんけど握手会いつチケット販売してましためちゃくちゃ結構握手会って前に発表するじゃないですか私は本当にもうどこまで言っててどこまで言ってないのかわかんないからあれなんですけどすっごい時間かかったんで卒業までで。 考えてたはいるけどいつ,せいつできるかみたいないつ卒業公演できるかみたいなんとかもこういっぱいあったからさいろいろあってで,で最終的に7月に発表して7月に卒業だったから結構本当に私はもう特殊でしたねきっとね多分 <laughs> いろんな配信機能ありますが個人的にはショールームが一番安心しますだって。<laughs> <laughs> やっぱりショールールムはわかりやすすいですか,なんか17もやってたしみくちゃんもやってたからなんか結構いろんなとこで配信してるんでなんか確かに一個一個のアプリに色がありますね。ぐぐたス懐かしいジで4時とか5時ぐらいに配信してくれたらこれそう四4時とか5時はもうほんまにスペインの時やった余裕やねんけど <laughs> 12月の販売しとったんやでやっていついつ販売してた何月にその販売し始め販売し始めがさいつぐらいでした覚えてもらえるような名前はもちろん最初と終わりの言葉はいつも一緒にしてたえほんまにそういうのってマジで覚えますよ本当に覚えてた私アメーバブログのコメントだけで人の名前覚えたマジで 工夫している方ってすぐ頭に入ってくる。今の時代とりあえずツイッターとインスとティックトックやってて。必死に若者についていく所存とゆとり世代一緒に頑張ろうな。<laughs> アメバの、えみちのアメーバブログ二千十二年でよく見てるけど、写真が若いわ。はずいはずい。普通の話はやるしで、事で食べる新しい。え、ぜ、でもそんなんでもさ、分かってまうよね。ね。 話し合いでいつ卒業するかみたいなもうまだ分かってなかったりするからさちょっとねどこまででこうやってるか分からんけどそうはねあこれ私多分私から詳しいことはどこまで言っていいか分からんからね難しいっすよ <laughs> あれ村ナ直すのはずい一はつでも気づいたら,くれ,からくれかから大丈夫かって言われる。 思いその子騙かされてへんか?」言うて「事故か何かかくれくれか落としてませんか?」言うて4枚 <laughs> <ばい S 1> 大丈夫です自分でやってるんで「卒 <laughs> 業発表してたさいさすがに今日は最短スパンで暮らしてアイドルやでいやほんまに申し訳なかった本当に4チッが NMB の時からショールームってありましたありましたよやってたやってたいやー本当にゆうさんでもこれからよろしくお願いします本当によろしくお願いします いやそんな話をしていたらもう12分ということでちょっとあの思ってたより長い間配信したかもしれないそろそろ、えっと、配信を終わりたいと思います明日も、あのー、お稽古があるので、えー、明日のお稽古に向けてちょっと確認してんでお風呂入って今日も早めに寝たいと思います、はい、皆さん本当にありがとうございました、えー、それでは えー、配信終わるんですけども最後にちょっとだけ告知します今毎日毎日あのー、お稽古を頑張っております東京に来てお稽古を頑張っておりますそれは11月23日から27日で新宿村ライブで舞台があるからですアリス・インデッドリー・スクール英語という舞台に出させていただきます12月も舞台あるんですけどもまずはねこの11月の方を来ていただけたらなって思いますでトークイベントはえっ、ー、と今週の5日 えっと、なんだ朝に一部にえっと今日先ほど発表されましたで2部はトークイベントで参加しますでえっと6日はお話し会対面お話し会がありますそう東京で来れないよっていう方もいると思うんですけどもまたねちょっとインスタとかツイッターとか見とってもろてツイッターいいねとかリツイートとかのご協力よろしくお願いします それではランキング、お落ちたランキングを読んで終わります。いきます。せーの。13位、よしのりさん。12位、百メートルランナーさん。11位、平ょくん。10位、ひーくん。9位、ゆっきー。8位、ゆってぃ。7位、ターボ。6位、ともちさん。5位、しんじさん4位ゆ。4位、ゆきよさん。3位、塚さん。2位、ただゆきさん。そして1位は、たまねぎさんでした。イェーイ。ありがとうございました。それでは皆様。 ありがとうございましたー。サバカードおばさん言ってる <laughs>。あいちゃんやばい <laughs>。みんなありがとう。東京生活頑張ります。またゆっくりみんな配信来てゆっくりまたお話ししようね。最終ありがとう、玉ねぎさん。最終お疲れさありがとうみんな。ほんならね、みんな。ありがとうございました。よしとか5時に、もし起きてたらするな。多分起きてへんけど。<laughs> バイバイ。おやすみ。またねー。 チャオチャオありがとう。